え、なんかでも思ってたことは一つ、なんすか、ホロックスのメンバーで初めて来るのが風間でよかったなって。なんでだよ、どういう意味だよ。え、だってまあ坂本はまあまあ別として、うん、坂本が、じゃ順番に来た場合を想定すると、まずルイネが来た場合ね、うん、はい、まずここを片付けるのまで多分気が済まないと思うから、うん、1日でまず絶対帰れないでしょ。あー、帰、あいつラプちゃん汚すぎよって言って、うん、今似てた、似てる、ちょっと似てる、汚すぎじゃない、ニュアンスだけで声、ちょっとラプちゃん、ラプダメダメよこれ、ラプ汚すぎって、ね、汚、これ汚すぎ、もうダメ、ガチトーンでやってきて、うん、怒られるね絶対に、片付けられず、うん、多分1日経っても帰れない、うん、で、こよちゃんはこれから来るけど、うん、もし風間がいなかったね、風間がいなかったら多分玄関で多分ね、バックする、あ、帰るね、帰るね、うん、あいつだから今日良かったよね、あ、逆に、うん、逆に良かったと思ってる、風間が先に来て良かった、うん、逆に風間が先に来て良かった、うん、もう帰るよね、正直多分ホロックスの絆ぶち壊れるかと思う、うん、ね、危ない、多分やめるよね、うん、で辞表来るって戻って、うん、家帰って辞表書いて持ってくる、そのまま、いや持ってこない持ってこない持ってこない、そのままバックして下に降りて、うん、ポストの中に辞表入れたまま帰るよ、うん、でも二度と来ないってことあるよ、コーラこぼして多分放置してたのかな、あバカタレが牛乳とかもこぼしてそのままバカタレが、ここら辺三ツ矢サイダーこぼしたんだけど放置してるよ、うん、ここら辺、ここら辺何やってんの、何やってんの、服か、うん、そう、坂本は、うん、よくも悪くも気にしなさそう、あいつは平気だよ、うん、あいつなんかもう大丈夫です、ほんと平気というか多分負の連鎖になってさらに汚くなる自分がやば、あいつはねマジど、もう泥とかあってもあ、ラブラスとか入ってくるね、え、何か泥受けるとか言って端の方寄せとけるし、やばいって、そこまでじゃないって風間は正直ね、信じたいけど、坂本は大丈夫、信じてる、坂本は、うん、どうなんだろう、どのレベルか正直風間も知らないから言えないでござるが、うん、多分ね、うん、多分これより悪化するラプドのプラス坂本イコールこれより悪化、うん